え、めちゃくちゃ当たるわ、今日も。楽しい。人生最高。そこまでいけるんだ、このゲームで。逆にこんなんで上がるということは、些細なことで下がるからね。怖っ。気をつけや。下がりの時怖いんだけど。下がりはすごいぞ。下がりに期待もさ、持たせんなよ、お前。俺さ、自分とさ、うん、友達になりたいなってすごい思うんだよな。すごいね、お前。これ結構人の長所をさ、言語化して本人に伝えるの好きなんだけどさ。これなんで好きかって言ったらさ、まあ、それ言うのもいいんだけどさ、うん、それ言われるのはもっと好きなのね。え？俺の長所を誰かに言語化してもらうのもすっごい好きなわけ。うん。だから俺と、うん、俺が飲んだら、うん、お前、わかるかな？スマブラデラックスで、うん、ルイージの上 B、カス当たりしたら永遠と終点の上まで行けるっていうバグあんだけど、あれみたいにずーっと褒め合うと思うんだよ。うん。すごい。本当にいい。言葉失ってんじゃねえよ。キモいだろ、だって。でもさ、お互いに同じの出てくるじゃん、そしたら。うん。そしたらあんまじゃないじゃん。そしたら、お前、あれだよ。バイスサワー追加だよ。なんでだよ。なんでこの人、何みんな。俺、変なこと言ったか今。変なことしか言ってねえよ、ずっと。だって自分と友達になりたいってやつあんまいないぞ、多分。あ、いないの？うん。みんな、じゃあ紹介してやろっか。みんなちょっと自分のこと嫌いなんだから。あ、そうなの？じゃあその、生まれ変わんなら何になりたいっつって自分って答えると少ないわけ？まあ少ないんじゃない？あ、そうなの？お金持ちの犬とか言うんじゃない？みんな。俺は鳥。自分じゃねえじゃん。あー、終わった終わった。ねえ、ちょっとどうしたらいい？挟まった。ねえ、どうして？すごくすごく好きな人。ただ伝えたいだけなの。ルルルルル。ルルルルル。あいつクレーバー持ちた。132。ビルコムみたいに。言ってねえよ。初見です。いつも切り抜きで爆笑させてもらってます。あら、そのコメントで爆笑させてもらってます。なんでだよお前。爆笑まではいけないだろ絶対。さて、このコメントで爆笑するとするか。あ、やばい人でした。どうしよう。爆笑してる。どうやって生きてるのこの人って普段。これ爆笑の人って普段どうやって。どのコメントを。一気になくなるの怖いな。あれ偽物だよ。そうだね。多分。俺別にそういうのあんま気にしない。気にした方がいいんじゃない。いやー、ちびまる子ちゃんと付き合いてー。いないよ絶対それは。それはないでしょ。非常に瀕死ですね。非常にやり合ってますよ。この中に、あの中に、なんか俺とお前で掛け合いみたいな歌歌ってる。シュージと諦めて。そいつ禁止だ。あ、え？ナイス！ナイス！嬉しい。笑っちゃってる。嬉しい。嬉しいね。嬉しい。こんな噛み締めてゲームしてたこいつ。たまちゃんと付き合いたい。どっちも。あたしゃー。
マルコに乗っ取られてない、なんかね。ニカムの日常スタンプ買いたいです、売ってください、売ってください、私目に売ってください、私目に、私なんかに、私ニカム、もったいないですけれども、私なんかが、私なんかに、買えるか分かりませんけど、買えるか分かりませんけど。